静岡市清水区の桜ヶ丘病院移転問題について市議会で論戦です。田辺信弘市長は1日の本会議で、反対派住民が求める市主催の説明会開催を改めて否定しました。市民からの要望の一番多いのは、現状に対する市の説明がないという意見です。市の立場で移転する理由や、この場所のメリット、将来性への利点、攻めの防災の考えや、市としての病院を含めた、夢のある将来構想があれば、市の政策や構想などを説明ほしいという意見には、ぜひ説明会を持って答えていただきたい。1日の本会議、創生静岡の栗田博之議員が市民の要望として説明会を求めましたが、田辺市長は、私はいわゆる市主催による住民説明会を開催する考えはありません。ただし市長としてこの問題について丁寧に説明しなければいけないと心がけております。先日も定例の記者会見で記者さんから質問がありました。丁寧に説明をしたつもりであります。今日の答弁もそうですし、あるいは活字による説明で、広報静岡でも説明をしてまいりました。このように述べ、改めて市主催の説明会を開催する考えはないとしました。老朽化が進む桜ヶ丘病院、病院を運営するジェイコーと静岡市は JR 清水駅東口に移転することで合意しています。しかし予定地が津波浸水想定区域のため、以前から住民の反対が根強く、先月始まった東口公園のモニュメント撤去工事の際には、地元 の説明会はやるおつもりですか、至急やってほしいんですけど、それがしない限り工事はストップしてほしいと思います。しかし市はこれまで広報誌や市長の記者会見などで説明を十分してきたと主張し、市主催の説明会を開く予定はないとの考えを変えていません。田辺市長は市民と事業主体であるジェイコーとの間に入る調整役としての役割を果たすと説明しました。私は、市は市民の皆さんとジェイコーとの橋渡し役をし、新病院に対する期待や津波に対する不安や市民への情報発信などをジェイコーに伝えてまいりましたし、これらについての対応を働きかけてもまいりました。私は引き続き清水地域の皆さんが将来にわたり日々安心して暮らしていただけるよう、そして桜丘病院が存続してよかったと将来思っていただけるよう、ジェイコーの取り組みを全力支援してまいります。また田辺市長は今年度中に病院の工事が始まり、2023年度中に開院するスケジュールで進んでいくという見通しを示しました。